日本三重県稲部市稲部町大泉稲部町大泉は三重県稲部市の地名旧稲部郡稲部町大泉稲部町南部に存在する中心的集落で稲部町成立以前は旧大泉村の中枢として大泉村役場大泉小学校などが置かれていた大泉区として約110個の個数を有する稲部川の右岸の字 中島、上中島、下中島から、柏手旧地区の旧大泉東駅西側の、本集落、地、柿内と、水田地帯の地、上田、堀田、三本松、出口、三条、旧長宮駅周辺の地、長宮、宮野東旧国道沿いの地、野里、野中、熊とさらに、飛び地として、両線ゴルフクラブ、豊田防食、平、小団地を含む、 藤田目周辺の地藤谷と豊田社体敷地の地宇ばら谷、桑名市との境界の共和地北方の地水谷を持つ。大技松の木はかつては大和大泉の一部であったが、現在は別地となった。そのために飛び地ができている。飛び地は区の共有林だったが一部を除いて売却された。 稲部川の右岸の右岸にあった旧大屋村が1449年洪水で流出。母大寺の西禅寺と共に貸手段球場に移転して作られた。この辺りは長宮の重りと言われ、春日神社があり、湧き水も多かった。大谷神社は旧大屋村にあったが、洪水以降、春日神社に合祀された。明治以降は北勢京弁鉄道の開通により、 大泉東、長久良駅周辺に、商店街と集落が形成された。個数は、明治初期が120個と記録があるが現在は111個で、ある。人口は、周辺地域のように農地の宅地化が進まないため、高齢化により減少している。2003年に、稲部郡4町合併により、稲部郡稲部町大技大泉から、稲部市稲部町大泉となった。 住民組織として大泉自治会を持つ。2019年7月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町宮の森と言われる大谷神社は落ち着いた風情を持ち、古代以来の静けさを保っている。 大泉橋市周辺は、白は、絵の釣り場として有名である。触れ合いの駅売り坊は、地域の特産物販売所として、人気を集めている。大泉公園、長久公園には廃止された領域を検証する、遺物がある。大泉集落の中央には、地域環境を守る会が、目高カ池を管理している。このほか地域環境を守る会は、 地域環境整備や住民参加行事を行っている。8月14日には、石鳥祭りの派生したものと見られる、お盆祭礼三匹が、各年で行われている。地区内を、三疑鉄道北税線が縦断し、また、旧国道421号線が、東西に、県道9号線が、南北に走る。かつては、地区内に、大泉東駅と長久駅の二つの駅を有したが、 現在は統合した大泉駅が、稲部市南部の玄関口となっている。大泉駅は、パークライド、バリアフリーなどを完備し、日本鉄道賞、特別賞を受賞している。ありがとうございます。